はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍されている方、もしくは昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でもガーナに移住していらっしゃってお仕事をされている堀田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、堀田よしこと申します。日本ではデザイン事務所でグラフィックデザイナーをしておりました。2004年に初めてガーナに移住し、一旦日本に帰国して2011年から今現在までガーナに住んでおります。ガーナでは2012年から大使館の方でも勤めております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと聞いてみたいんですけど、ガーナ歴って何年なんですか。だいたい 12、3 年ですね。ガーナにそれ以上いらっしゃる方っています、日本人に。はい、少ないですけどすごいですね。なるほど、ありがとうございます。ちょっとそういった部分も含めてお話をお伺いしたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ早速なんですけど、まあ、今堀田さんはガーナに行って大使館で働かれてるっていう話もあったんですけど、そもそも海外っていうところにいつから興味持ったのかなみたいな部分ちょっとお伺いしたいなと思ってまして、いつから海外に興味持った感じなんですか。あまり海外を意識していなかったんですけれど、もともとデザインが好きっていうところもあって、でいろんな個展を見に行ったりしてたんですね、はいはい、ギャラリーとか。その中でインドの壁画を展示している会があって、それを見て衝撃を受けて、まずそこの展示会をされてた方の美術館に、新潟の山奥にあるんですけど、そこに1週間か2週間ぐらい行ってみて、そこでインド人の方が実際に絵をものすごい時間をかけて描いてたんですね、うん、そういう世界もあるんだっていうので、インドに行ってみたいと思って初めて行ったのがインドですね。あ、そうなんですね、はい、インドの壁画の美術館みたいなのが日本であったんですか。はい、日本であります。インドの壁画を見る方って結構いらっしゃるもんなんですか。多分少ないと思います。あ、そうなんですね、はい、ちなみに堀田さんはなぜインドの壁画に面白さを感じてらっしゃったんですか。まずその壁画を描く描き手が女性であることっていうことと、あと生活に密着した中でいろんな意味を持って壁画を描いてるっていうところと、日本では考えられないスピードで本当に1センチ1センチぐらいを描くのが1日終わるみたいな、急いでないんで、はい、そういう時間の流れで作るものっていうのがあるんだなっていうのに驚いてから、インドっていう国に行ってみたいと思って、うんうん、その時の仕事は辞めてインドの旅に出ましたね。なるほど、インドの旅って、じゃあもう仕事辞められてお一人でインドに行ったって感じなんですか。はい。実際インドどうでした。言い表せない、帰る時にはもう二度と来ない。ネガティブになっちゃった。なんですかね、すごい混沌としてて、人も多いし牛も多いし、はい、犬も多いし、想像してたゆったりした時間っていうのはどこにあるのかみたいなのをまず感じて、はい、なるほど。ちなみにインドにはどれぐらいの期間行ってらっしゃったんですか。3週間ぐらいですかね。3週間か。3週間で北の方行かれてたんですか、デリーとか。その時はメジャーなところを回った感じですね、はいはい、うん、でも人が混沌としてるし、牛もすごいいっぱいいるし、カオスだったと。はい、そうですね。あ、じゃあそこからインド終わってまた日本に戻ってくるじゃないですか、はい、その後もまた海外って行かれてたんですか。その後は時々旅行では行ってましたね。うーん、途上国も行かれてる感じなんですか。タイは好きで割と何度か行きましたね。タイの面白さって実際何ですか。暖かい。あ、そうなんですね。あの気候もですし、人も。そうなんですね、はい、なるほど、ありがとうございます。実際海外に興味を持ったきっかけはインドでしたと。インドの何に興味を持ったかでいうと、壁画っていうところに興味があって、この壁画ってどうやって作られてるんだろうっていう興味からインドに行ったと、はい、でインドに行った結果混沌としすぎてて、あれなんだっけみたいな感じで戻ってきたものの、その後って海外自体は好きになりました。そうですね、海外自体には興味が湧きましたね。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっともう少し深掘りしたいんですけど、ガーナに今移住されてらっしゃるじゃないですか、はい、移住したきっかけっていうところをちょっとお伺いしたいなと思ってまして、はい、何がきっかけでガーナ移住されたんですか。まずガーナ人と結婚したっていう。あ、そうなんですね、はい、それはおいくつの時に結婚されたんですか。26、7ですかね。すごい。どこで知り合ったんですか。ガーナ行かれてたんですか。いえ、それ日本で偶然。日本でガーナの方と、はい、偶然知り合ったと。はい、それは何かのお仕事の関係とか、食事の場で一緒だったとか、そんな感じで出会ったんですか。あ、そうですね、興味がある場所に行っていたところ、同じ場所にいたっていう感じですね、うんうん、あ、すごい。でそっから知り合いました。そのガーナの方は当時何されてらっしゃったんですか。
当時は貿易ですね。で日本に来て、はい、でも日本語はお話できないですよね。割と話します。その時から比較的多言語の国なので、はい、耳から入る言語を使う機会が子どもの時からある国民なんですね、はい、おそらくだから日本語も耳から入ってとりあえず話してみる。すごいですね。そっからじゃあ知り合って交際につながっていくって感じなんですよね。はい、そうですね。で実際向こうはガーナの方でガーナで勤められてらっしゃるんですよね。日本で勤めてらっしゃったんですか？その時は行ったり来たりでしたね。じゃあその来た時に会ったりしてたんですけど、基本的には遠距離みたいな。割と時間の流れが1週間とか2週間単位じゃないので、半年ぐらい日本に住んでとか。そういうこと。はい、なんか住んでる感じでしたね。じゃあそこで結婚するっていう決断あるじゃないですか。それは自分の中では結婚するって決めたんですか？あまり深く考えてないんですよね。あ、そうなんですね、はい、あれでもご家族にも紹介したりするじゃないですか。そこはもう反対ですね。まあ、今以上に、ね、国際っていうところに関しては難しいでしたもんね、はい、許容というか、うん、あ、なるほど。まあ、でもそこを押し切っていくわけですね。はい、実際結婚しました。じゃあ結婚したらすぐにガーナ戻った感じなんですか？少し日本に住んでましたね、うん、なるほど。じゃあ結婚した後は日本にちょっといて、その後ガーナ戻ります。それに一緒についていくようなイメージで堀田さんいらっしゃったって感じですか？ちょっと一緒に行ってみようかっていう感じで行ったので、うん、そんなに永住するぞみたいな感じじゃなく、ちょっと一緒に行って住んでみないかぐらいの感じでしたね、うんうんうん、1回目の移住は。なるほど。1回目ってガーナに行くじゃないですか。でもその時が多分堀田さんにとって初めてのアフリカですよね。住もうかと思う前にちょっとだけ行きましたけど、うん、2週間ほどガーナは初めてですね、うん、なるほど。実際ガーナって行ってみてどうだったんですか？暑い。食事は合いました？いや、お腹壊さなかったですか？いや、もうずっと壊してましたね。お腹ずっと、はい、その壊してたのは辛いからですか、それともそもそも合わないとか？味は美味しかったんですけど、うん、油と水ですかね。あ、水が合わなかったんですね、うん、結構致命的ですね、それ。そうですね、だから何食べても常にお腹壊してましたね。地獄ですね、それは。うん、それは初めて行った2週間の時は多分そうだったと思うんですけど、その後住むってなった時もそんな感じ。早く帰りたいってなんなかったですか、その時は？どういうもんなのかなと思ったり。なかなか割り切れない。あと定期的にひどい時が来るので、うん、慣れてしまうんですかね。そうなんですね、はい、なるほど。国際結婚ってあるじゃないですか。国際結婚は堀田さん以外の方におすすめしますか、しませんか？国際結婚っていうよりも、うん、結婚した人が外国人だったっていう感じなので。なるほどね。結婚しようと思う人が何人であっても、自分がしようと思うならそれは全然問題ないと思いますね。なるほど。価値観的な違いってあるんですか？価値観はもう全然違いますね、うんうん、そこは一緒に住むとなおさら顕著に感じるようなところですかね。でも最初から違うものだと思ってるので。あ、そういうことですね、はい、食べるものが違うので、同じテーブルに座っても、はい、どちらも食べれるんですけど、一緒のものを一緒のタイミングに食べたいなと思うことはありますね、はい、なるほどなるほど。ちょっと国際結婚とかするメリットって何かあります？結婚したらやっぱり相手のことが分かるので、うんうんうん、それはいい相手であればお互いにいいんじゃないかなと思いますけどね。堀田さんは今結婚されてらっしゃるじゃないですか。ガーナの方と結婚すると国籍はガーナになるんですか？日本のままですね。あ、そうなんですね。それをガーナにも移せるんですか？帰化っていうことになりますよね。ああ、そういうことか、はい、なるほど、ありがとうございます。この動画では堀田さんが海外に興味を持ったきっかけっていうところから、なんでガーナに移住したのかみたいなところをお伺いしたんですけど、次の動画ではガーナでどういう生活をしているのかっていう部分含めてお話しいただこうかなと思っております。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。